いじゃないの。食べて。髪の色毎回変わっていきますよね。なんか髪型とか携帯の待ち受けとかめっちゃ変えるんだけど、うんうん、なんかあれなんだって浮気症なんだって。実際のとこそいや自分ほら結構一途な歌をいっぱい歌っているつもりだけど、うん、そのね明らかなるそのあれがだから飽きちゃうんですか。飽きる。髪も鏡を見るたんびに飽きる。ああ同じ髪色の人と出会わないですよね。あん、うん、いないかも。すごいと思う。どうやって普段なんか帽子かぶってる。かぶってないですよね、うん、もう何にも怖くないよ。あの電車乗ってましたとか言われないですか。あ、それはね怖い。でもなんかよくあ、久しぶりみたいな風に挨拶したら、うん、え結構週1ぐらいで見てるよみたいなこと言われたりとかして、みたいな。やばーそれ。いやこれはわかるでしょみたいな言われて、うん、いや絶対せめて声かけてよみたいな。確かにはあるから、ちょっと怖いね。電車とか乗ってた時の目撃情報後から聞くのめっちゃ怖いです。怖い怖い。私なんか電車の中でおにぎりとか食べてなかったから食べないけど。すごい死んだ目で歩いてなかったかなとかめっちゃ気にしちゃう。超怖い。その場で言ってほしいのはめっちゃわかるな。死んでるよ。よし。そうだな。これ行こう。はい。いいよ。あ、ずっと自分弾いていいんですか。うん、多分。じゃじゃじゃん。お。何？ん？休日の過ごし方。休日の過ごし方。休日。休日ないっしょ、まず。私、そうです。丸一日何もないみたいな日はないに近いかも。何かしらやってる。うん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 。でも、あの、メダルゲームがめちゃくちゃ好きで。ほうゲーセンの？へぇー。はい。で、あの、最近のメダルゲームって預けれるんですよ、うんうんうん、で静脈と、うんうん、分かる分かる、指紋認証とかで番号やって預けて、だからそのお金かけずにずっと遊んじゃうんですよ。もう周りおじいちゃんおばあちゃんしかいないんですよ。マスクしてへもうずっとボケっと口開けて。え、何のやつ。あのこういうやつ。そう、あのプッシャータイプのこのやつすごいお気に入りの、何回もジャックポットに入ってくれるような。この辺からこうなるやつ。この間6300枚ぐらい当たって、もうめちゃくちゃもう誰か拍手してくれないかなって。だから普通なんかこれちょっとちっちゃいけどこういうやつにこう入れてこういうタイプの、でも初めてあのこのカゴタイプのやつを店員さんが持ってきてくれて、あ、どうも私ですこれみたいな。カゴタイプので蓄えてて、あ重たいなとか言いながらまた預けるっていう、割とクソみたいな休日の過ごし方してる。やばい。すっごい。でもあのもしかしたらボケるかもって思ったんですよ。休日に何も考えずにこれしてたらもっと頭使わないとって思って、最近麻雀を覚え始めました、うん、めっちゃ頭使うんですよ。難しそう。めっちゃ難しいけど、なんかやみつきになって、あのアプリとかでもあって、なんか やっちゃいますね。それかメダルゲームかの2択ですね。なんかどっちもアメリカにハマんない。そんな過ごし方、ね、アメリカあるなんか。いや私も私結構あれなんだよな、しつこいから性格が。そうなんですか。なんかね、でも子供の時からずっとなんかドラえもんとか録画したやつをもう延々見てられるの。はいはい、それ嫌だ、できない私。もうできて、で、お兄ちゃんいるんだけど、はいはい、お兄ちゃんと一緒に見てると、そのセリフを二人で言うの。次のセリフとか。え、すごい。え、例えば漫画とかも。漫画もめっちゃ読む。
読み返すってことですか？何回も読み返して、大体何回も同じところで泣く。私それは分かんないの。なんか一回見たりドラマとかも、なんか随分とスパン開けてみないとそれできないんですよね。なんか DVD とか借りてくるじゃん。3回ぐらいこう見てから返すもんね。時間無駄だよね、マジ。そうですよね。時間無駄っていうか、あ、これ知ってほしいな、みたいな思わないですか？なんかね、好きなものは好きで、他基本あんま興味ないことが多いから、好きだと思う。これさえあれば。